おはようございます。今日は1月3日です。初日の出マウンテンバイクで、トレイル行って、で今日3日また、マウンテンバイクでいつもの、ちょっとうちから1時間ぐらい走車で行ったところにあるコースでトレイルしたいと思います。ここ何回かマウンテンバイクの映像を GoPro Max で撮ってるんですけど、 GoPro Max のヒーローモードがかなり、マウンテンバイク向きじゃないかなと思ってて、GoPro Max のヒーローモードっていうのは、あの360度カメラ GoPro Max の、レンズ片面ずつ使ってあの撮影するんですけど、あの水平維持が結構優秀で、その水平維持してくれるっていうのがやっぱあの適当にこのバックパックのベルトとかにマウントしても、あの水平方向のことは一切もう考えなくていいんで、もう絶対合わせてくれるから、だからあのまあ上下の傾きだけはその取り付けるときに気をつけなきゃいけないんですけど、水平に関しては、気にしなくていいんで、そこかなりあれですね、使い勝手がかなり良くなる感想です、ね、お、行ってるこれ怖いな、橋の上と上り口、薄く雪降ったんだな、怖いっちゃ怖い、ね、意外と大丈夫かも。滑るもんだと思ってればまあ大丈夫、ダート入っても雪降ってんだけど、 あ日陰だけか、日陰だから溶けない。お、いいね、雪の音。よし、結構雪ないんですね、もう葉っぱの上は積もんねえのか。おお、すげえ霜柱、ごめんなさい。よいしょ。じゃあ。
お雪ないですね。霜と氷だけ。早っ。さすがいいバイクだね。おタイヤがキラキラになってよし、はあ、おう、ああ、よいしょ。